まあ、それが独自に口を入れて、いつジェンドオブザワールドアズミノーイットアンドアイフィルファイン、みんな知ってると思うけど、これは世界の終わりなんだよ、でも自分は僕はとても気分がいいという非常に皮肉アイロニカルなタイトルのついた、番組を、提供してくれています。そこでは、もちろんエジプト革命のこともあったし、今ウォール街で起きているウォール街を占拠するという、活動についても報告してくれています。でそういう意味で僕にとってフランクリンは、インディペンデントメディアの一人です。そしてそのインディペンデントメディアの彼が今回、僕らに見せてくれた映画は、一言で言えば論争的な映画だと思います。論争的な映画ということは、それで何か答えを提示したり、あるいは今世界で起こっていることを情報として、提供するだけではなくって、この映画を通じて論争を、引き起こす、そういう意味では非常に挑発的です。で何よりもデレック・ジャンセンというこの映画のベースになっている本を書いた人は挑発的な人です。だから、彼もおそらく、自分が言っていることがきっかけになって、これまで蓋をされてきた問題、例えばアクティビズムの中における非暴力の問題、それについて、起爆剤になればいい、そういうふうな、位置づけだと思うので、今日この場で僕らがやることは、おそらくこの映画を見て思ったことを互いに意見交換したり話を交わすということかなというふうに思います。アメリカって多分500年ぐらい前まではみんな先住民がずっと住んでいて、そこにいきなり白人がバーンと来てしまって、そこから、ね、全てこう狂い始めたという、この映画の中でも紹介されているような歴史があったので、何をぶっ壊してどこに戻ればいいのかっていうのはすごい分かりやすい大陸だと思うんですけど、その点やっぱアジアとか少しずつこう権力とかそういうものが悪くなっていったのも少しずつだったりとかするんで、そういうふうに明確には我々にはこの文明をぶっ壊して元にどこに戻るのかっていうのはちょっと分かりづらいとは思うですからね。アメリカ大陸ってなんか俺サパティスタとかも500年出てたけど、それも500年前まではだったのに、こう白人が来てきてぶっ壊されたみたいなことだ、500年以来の戦いだと言ってるので、つながってるんだと思います。で、俺の質問、この暴力に関する意見っていうのは監督ご自身の意見なのかっていう、それは躊躇するところはないかっていうですね。So, on the topic of violence, バイオレンス、暴力についてですけれども、I think that, the sometimes people take the film to be, an exhortation or a promotion of violence, but that's not the case.暴力を特に推進しているというわけではないんです。It's mostly, the last two sections are mostly a criticism on, the folks who try to impose one specific set of tactics on a movement. その最後の2つの章で特に言いたかったのは、運動の中で特定のやり方のみを押し付けるっていう、そういう運動の中の傾向に対する批判ということが私の言いたかったことです。Where movements want to win. And so if movements want to win, they are going to use the tactics that are going to get them to that victory.その運動というのはある勝利を獲得するためのものです。で、その勝利を獲得するためにどういう方法が取られるべきかということがあります。So if non-violent civil disobedience is the tactic that's going to get a movement to victory, they should use that tactic for that specific movement.その非暴力不服従運動というのが、まあ、何かを獲得する手段であれば、それは用いられるべきでしょう。But sometimes that's not enough, and I chose in the film to show the example of the Mohawks in Canada. ただし、いつもそのやり方がその非暴力市民的不服従というのが
正しいというか、まあ、適切な手段ということでは限りません。ということでは限りません。でその例として私はモハクという先住民の戦いの例をあの映画の中で紹介しました。 So the Mohawks tried everything. They tried petitioning the government. They tried protests. And the government laughed at them. モハクの人はいろいろなやり方を試みました。例えば署名運動や政府への嘆願運動などです。でも政府の人はそれをまあ鼻で笑うような対応を取りました。The Mohawks, like most indigenous people in North America, have a connection to nature that a lot of us don't really even begin to understand. Mohawk の人たちの生き方というのは、まあ、自然と深く結びついた生き方ですが、それを、まあ、他の Mohawk の人以外の、あの、出身の人は、まあ、その自然との結びつきというものを十分理解することができません。So for them, an attack on natureis equal to somebody raping their mother. そのモハクの人々について、モハクの人々と自然との結びつきは非常に深いもので、その結びつきが崩されるということは、まあ、例えば自分の母親が性的に侵されるという、そのぐらい の影響、マイナスの影響があることです。 So that begs a question, you know, and it's a question that I usually ask to audiencesIf you saw somebody raping your mother, what would you do? And I know what I do. I'd probably, you know, attack the person. そのもし自分の母親が性的に侵されたとしたら、あなたはどういう対応を取りますかっていうあのことを聞いてみます。まあそういう時にあの相手が私が取る人々が取る行動というのは、まあ、どういうものになるでしょうか。So again, just to make it very clear, I don't like violence. 明らかにしておきたいのは、私は暴力が好きというわけではありません。But if I had to use violence to defend the things that are dear to me, or if a movement needs to use violence to win, then I support that. でも時として、まあ、自分が暴力を選ばなくてはならない状況が生まれてくる、そういうことがあります。あの俺も暴力とかっていきなり言っちゃったんですけど、直接行動ってダイレクトアクションってまたちょっと暴力と別で、あのシーシェパードとかっていうのが日本でね捕鯨とかを阻止してるんですけど、ああいうのもまあ合法的ではないけども、まあ一応人々に訴えかける、デモとかって基本的にこうみんなに訴えかけて世の中変えようっていう、これダイレクトアクションって何かやる人がいたら止めると、だからもう全然違うんですよ、こう人々に訴えかけて気持ちを変えようとすることと、具体的にこうやろうとしていくと止めるっていうのは全然違うことで、だからデモとこの座り込みっていうのは全然違う。ダイレクトアクション的に見たら、デモはダイレクトアクションじゃないけど、座り込みはダイレクトアクションだとかね、そういう違いがあるんで、一概にこう暴力って言えなくて、日本だとあのそのダイレクトアクションに関する理解が全くないので、ここ出てたシーシェパードの人とかもなんか気違い扱いされてるんですけど、そういう意味じゃ あのもっとそのダイレクトアクションっていうことの良さも知られたらいいなとか。なんか暴力って言っても人をぶん殴ったりすることってないんだということです。I think that Sea Shepherd is very effective. まあ、Sea Shepherd は非常に効果的なアクションをしていると思います。But I agree they're not attacking the core. They're certainly doing a single issue sort of action. あの、Sea Shepherd っていうのはその闇雲に攻撃しているわけではなくて、まあ、特定の問題についてのあの成果を得るための行動としてああいうことが起きているわけです。But I think I agree with you too that my idea of direct action is very broad. That I don't see direct action as being just property destruction or things that can be seen as violence. But you know, direct action can also be civil disobedience.そう、あの直接行動についてのその鶴見さんのアイデアに私も共感します。ダイレクトアクションというのは、まあ、その漠然としたものではなくて、特定の行動についてのあのを特定の行動を指す、特定の行動のやり方を指すものです。
I don't know if people are here are following what's happening in New York City and Wall Street. 皆さん、ウォールストリートで何が起きているか注目しているでしょうか。But to me, that's a fantastic form of non-violent civil disobedience, because they have the numbers to actually make something like that work. そう、自分にとってウォールストリートは非暴力、市民的不服従の、まあ、とても最近年の素晴らしい例だと思います。たくさんの多くの人がそれに参加しています。And I see that as a form of direct action.それが、まあ、またダイレクトアクション、直接行動の形態をとっていると思います。So, I think like in a perfect world, it would be amazing if we had very large numbers of people, if our movements were really, really, really big, so that we would not even have to consider violence. Just the sheer numbers that we have could take us to that victory.まあ、理想的な世界であれば、まあ、多くの人々が行動に参加して直接行動のに参加することによって、まあ、暴力というものを伴わずに物事を変えることができれば、まあ、それが一番理想的なことだと考えます。 We don't have those numbers、and I don't really have any huge hope that we'll have a big massive movement, but the Wall Street, the Occupy Wall Street thing could prove me wrong. I hope they prove me wrong. そう、十分な数がいると思ってなかったんですけれども、ウォールストリートの今までの成功というのは、いや、実は自分たちがたくさんの数を持っている、自分たちは大勢だということを、まあ、証明している、まあ、今までの自分の考えをこう改めるいい例になってくれるのではないかと思っています。補足コメントです。最初の話でありましたけれども、いわゆるエコ的なエコな人たちというのはデモにあまり出てきません。そして反対というのはネガティブな感情であって、そしてそこにある怒りという感情は自分のバランスを壊させるということで、なかなか僕らサポートしてくれませんけれども、でその中で、まあ、どういうふうに一緒にやっていくかというのは非常に困難な問題で、それをずっと何年もやって考えてきて、まだ打開策は見つかっていませんけれども、もしかするとこの映画が、きっかけとなって、もう一度一緒にやれるチャンスが生まれるのかなというふうに僕は期待しています。やっぱり自然環境のことを考えないで死ぬのは非常にもったいないと思うので、ぜひ僕たちはストリート派だからとかそういう狭いことを言ってないでですね、自然環境のことも考えた方が得だと俺は思いますっていう。そう、この映画とか見て、今確かに日本にいたらエコの人たちいい子ちゃんに見えるかって事実だからしょうがないですけど、本当そうだけど、でも世界的に見たらそうじゃないので、もう毛嫌いしないでですね、皆さん環境のこと考えましょうっていうことです。どうもありがとうございました。フランクリン・ロペス、こちら滞在して、いろいろ国内移動します。でその移動費とあと滞在費をせめて僕らで賄いたいと思ってます。商業的じゃない、商業ベースに載ってない映画なので、本当皆さんのサポートが頼りな映画です。どうぞご協力よろしくお願いします。今箱にこの中に入れていただければと思ってます。あと物販も缶バッジと、あとデリク・ジェンセンの、絵本とそういうものを販売して、その一部も、缶バッジとして使わせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうね。